鍋の締めラーメンありませんでした。どこにもない。月曜日やのに、もう回おうかな。ちょっとこれも試してみよう。翌日、在宅ワーク、お昼休みです。昨日買った29円のもやし先生、まだお昼休憩17分あるから、もやしのヒゲ取りたいと思います。重曹クエン酸ソーダです。おいと、なんかすごい頭乗っかってるみたい。ちょっとゴールデンウィークしてみよう。なんかウーバーより単価はいいみたいやねんけど、なるかどうなんかな。またやったことないだけに勇気はいります。初めてチャレンジすることは。しまった。ちょっと電子レンジでチンすればよかったんけど、気づくの遅かった。昨日の日本酒の残り飲んでしまうから、とことん休館日にせえへんと。どんな感じになるかっていうので、という理由付けで昨日の残りの風の森、どのぐらいか。あーでも5センチぐらいしかない。焼きそばと日本酒、わお。今日も一日お疲れ様です。乾杯。あ、炭酸が抜けてる。これ重曹入れたらどうなるかな。日本酒に全然あかん。次はまた焼きそば、2玉目と残ってるもやし
さっきもやし多すぎたからちょうどいいかもしれん。とにかく麺を感じたいんです、この焼きそばの麺を。ハイボール作ろう。今からハイボール作ります。柑橘つけてと。また麺は違うねんけど、香港の焼きそばを意識してんね。もうカリカリに焼くねん。スナック麺みたい。この子までしたら広げてハイボールを作る。このもやしは焼きすぎたらふにゃふにゃになるから、後から。うん、ちょっと薄いな。なんかぬるいぞ。